土方村は、日本に、かつて存在した村である。明治政府が推進した、明治の大合併に伴い、1889年、静岡県上東郡にて入山瀬村、今滝村、上土方村、下土方村、川久保村の五村が合併し、肘方村が新設された。その後、上東郡が、 佐野軍と合併して、小笠軍が新設されたため、肘方村も小笠軍に属することになった。上東軍中村の一部を編入したり、境界変更により村の一部を小笠軍中村に割用すると同時に、中村の一部を編入するなど、村の領域は何度か変化した。戦後の昭和の大合併に伴い、1955年に、肘方村は、 小笠軍佐多場村と合併し、上東村が新設された。大東町上肘た区、肘た区、下戸片区の航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成台東町上土た区、肘片区、下戸片区の航空写真。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成現在の使用状況2005年の掛川市新設に伴い、旧土方村の領域はすべて掛川市に含まれている。現在でも、肘方といえば、旧肘方村一帯を指すごとして使用されている。掛川市立土方小学校、掛川市立土方幼稚園などの公共施設の、 名称としても、そのまま残っている。ただし、掛川市立土方小学校の学区は、旧土方村すべてを網羅しておらず、旧土方村の一部は隣接する掛川市立、中小学校の学区に含まれている。肘方市、土方村は、肘方という生の発祥の地としても知られている。十六世紀末、山内和とが、近隣の掛川城の城主になると、 地元のかた氏からも、和豊の配下となる者が現れた。1601年に、和豊が、東都二国掛川から、土佐国に違法されることが決定すると、彼らも和豊に付き従って移住した。土佐国に移ったかた氏は、土佐かた氏と呼ばれ、土佐藩の武家として続いた。明治維新では、土佐藩上司のかた久本が志士として活躍し、一審後に、 か方家は白爵家となった。土佐か方氏の発祥の地ということもあり、か方村の村内には、久本の記号した石碑がいくつか残されている。大技の変遷1889年のか方村設置により、従来の入山瀬村、今滝村、上土方村、下土方村、川久保村の五村は、それぞれ大技となった。その後、一部の大技が、 細分化され、入山税、今滝、上土方、落合、上土方、大坪台、上肘方明付新太、上土方工業団地、上肘方峰向井、下土方、川久保となり、今日に至る。大坪台や上土方工業団地といった大技が生まれたのは、比較的新しい。土方村は、小笠村と合併し、上東村が新設されたが、 当時はこれらの大技は存在しなかった。その後、小笠郡大浜町と合併し大東町が新設されると、大坪台や上土方工業団地といった新たな大技が生まれた。これは住宅街の宅地開発や工業団地の整備などに伴い既存の大技から分離独立する形で設置された。後に大東町が、 掛川市、小笠郡大塚町と合併し、掛川市が新設されたが、従来の大技はそのまま維持された。行政区の変遷旧、土方村を含む上等村が、小笠郡大浜町と合併し、大東町が新設されると、行政区制度が導入され、旧土方村には、上土方区、肘方区、下土方区の3行政区が設置され、それぞれの大技がそこに属した。 その後、大東町が、掛川市、小笠郡大須賀町と合併し、掛川市が新設されると、産業政区は統合され新たに、土下宅が設置された。村内の高天神山には高天神城が築城され、戦国時代に入ると、今川義元、徳川家康、武田信玄らがこの地を巡り争うようになった。そのため、1574年の第一次高、 天神城の戦いは1575年の第二次高、天神城の戦いといった大規模な工場戦が勃発するなど多くの合戦の舞台となった。それに伴い城主もたびたび移り変わることとなった。当初は福島氏が治めていたが、後に今川氏に服する小笠原氏が城主となった。しかし、小笠原氏今 小笠原信置らの代になると、小笠原氏は徳川家康に基準することになった。第一次高天神城の戦いで、信置が武田勝頼に敗れると、勝頼は家臣の岡部元信が上昇とした。第二次高天神城の戦いで元信が敗れた後、後天神城は廃城となった。土方村の主要産業は、 農業や林業を中心とした第一次産業と、工業を中心とした第二次産業であった。主要産品は、茶、米、麦、サツマイモなどが知られていた。また、養産業も盛んであり、蚕の繭から、生糸が製造されていた。また、サツマイモから、甘諸糖を生み出すなど、砂糖の製造も行われていた。ありがとうございます。